Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は、弊社が昨年買収したソリューションであるポイントリストについて、パートナー営業の大岡に話を聞きたいと思います。大岡さん、よろしくお願いいたします。はい。パートナーアライアンス営業本部の大岡です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速、スライドをご覧いただきたいんですけれども、ポイントリストは昨年ジェネシスが買収したソリューションなんですが、企業内で分断されている様々な顧客データを統合し、AI を使った課題の特定や原因分析ができるカスタマージャーニーの分析ソリューションで、顧客接点が多様化して企業のあらゆる部門がお客様と関わるようになった昨今では、多くの企業で課題としているところにアプローチできるんじゃないかと思っていますが、大岡さん、いかがでしょうか。そうなんです。ポイントリストはデータの統合、分析、そしてその結果からアクションを取っていただけるカスタマージャーニーの分析ソリューションです。で、今の企業にはですね、様々な部門に顧客のデータが溜まっていますよね。でも顧客はそんなことを意識しないで、いろんな部門をまたいで目的を達成しようとするんですね。なるほど。それってどういうことなんでしょうか。そうですね。例えば、ウェブ上で商品を買おうとしていたお客様の例を挙げたいと思うんですけれども、まずウェブ上で商品を買うときって、こう EC のサイトを見ててですね、商品が欲しいものだったらカートに入れて、お金を払おうと決済をしようと思ってうまく仮に行かなかったとすると、まあ、コンタクトセンターに連絡をしますよね。で、その結果、まあ、うまくお金を払うことができて、商品を受け取れた。で、まあ、ハッピーだったんで高評価をつけたと、満足度評価に回答すると。いうこのよくありそうなカスタマージャーニーだと思うんですけれども、これでもですね、実はこんなにたくさんのデータソースがあるわけですね。なのでこれを管理している部門を考えたときに、ウェブの部門であったり、サポート、ファイナンス、フルフィルメントといった具合にですね、かなり多岐にわたるということがあるんですね。なのでこういった情報を、まあ、仮に一つの場所に溜め込んで、こういうふうに可視化をして分析することができたらかなり良くないですか？それはすごいですね。確かにそれだけ多部門にわたってジャーニーが起きている、そこのデータがそれぞれバラバラになってたりとかする場合には、そこがうまく連携できていることって非常に大事ですよね。うん、そうなんです。例えばですね、まあこのシナリオで言うと、結局商品を買わなかったっていうパターンありますよね。決済がうまくいかなくて、嫌だなと思ってもうやめちゃったりとか、サポートしたけ、受けたけれども、もうちょっと買う気が失せちゃったって、買わないことって本当によくあると思うんです。で、そういった場合においてもですね、まあ、このパターン、このパターンでそれぞれどういった原因があるのかっていうところであるとか、サポート受けたけど、商品買わなかった人ってどういうふうに満足度に影響してるんだろうと。いうところも踏まえてですね、全体を分析していただけるというところが、ポイントリストを使って、取り組んでいただける分野の一つかと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。とてもわかりやすい説明です。ありがとうございます。そしてですね、まあ、実は、ポイントリストは、ウェブ分析ツール、CRM、あとはサーベイのツールですね。そしてジェネシスはもちろんなんですけれども、それ以外の、まあ、コンタクトセンターのプラットフォームからも情報を取り込んでいただけるというところが、まあ、面白いところかなというふうに思います。なるほど。まあ、弊社が買収したソリューションなんですけれども、ジェネシスを現在お使いいただいていないお客様でもご利用いただけるんですね。はい、そうなんです。ジェネシスを使ってなくてもですね、こんな課題があるお客さんであれば当てはまるかと思います。例えばですね、ウェブ上にFAQ などのセルフサービスのツールを置いていらっしゃる企業さんも非常に多いと思うんですけれども、まあ、そのウェブを見ていたお客さんがですね、ウェブ上で解決できなかった場合、コンタクトセンターに電話をかけてくることがあると思います。で、今まではその流れを捉えることが結構難しい場合が多かったと思うんですよね。どの FAQ がうまくいってなくて電話につながってしまったのかであるとか、逆にどれがうまくいっていて電話を抑えられているのか、っていうところ、こういったところにおいてもですね、まあ、ポイントリストであれば、チャンネルであるとかデータのソースをまたいで、一つのジャーニーとしてですね、最終的にお客様が、例えば商品の購入できたかという目的を果たせたかどうかまで、まあ、分析を行って改善していく、そういったことができるようになっているんですね。
なるほど。ありがとうございます。操作性もすごくシンプルだって聞いたんですけれども、実際本日デモ画面をお見せいただくことは可能ですか？はい。ぜひお見せしたいと思います。はい。こちらが実際のポイントリストの画面になります。見ていただいているのはダッシュボードです。ダッシュボードはですね、様々なデータソースから統合したデータを一つの画面に集約をして、いろんな情報を一元的に見ることができるページですね。ここではですね、銀行を想定して支払いのジャーニーが記載されているわけですね。なので、インターネットバンキングのアプリ、モバイルの支払いに関する内容であるとか、ウェブでの支払い、通常のインターネットバンキングですね。あとは IVR 経由でのテレフォンバンキングでの支払いと、それぞれページが分かれているような状況になっています。こちらに出ているのがアラートというところですけれども、一つ新しいアラートが出ているので見てみましょう。アラートではですね、数字のトレンドに変化があった時に、自動的にポイントリストがそれを検知して通知してきてくれるんですね。なので、ここを見てみると、これは支払いをしようとしているお客様がエージェントに電話をかけてきている数字が多くなってきているよということを示しているわけですけれども、ここをご覧いただくとですね、この月だけ、それまでは平坦だったホールがかなり跳ねているというところがご覧いただけると思います。具体的に深掘りをしていくと、どのようなジャーニーが影響しているかというところが見えてきます。それがこちらのジャーニービューでご覧いただけます。このジャーニービューではですね、左から支払いをしようとしているお客様が、モバイルのアプリの画面に行って、支払い先を追加しようとしているというところがわかりますね。その結果、完了したお客様はこのルートを通ってきますけれども、エージェントに電話をかけているというお客さんが一定数いるわけです。それを分析してみるとですね、ここに記載している通り、8%という割合のお客様が、モバイルで支払いをしようとしたけれども、何らかの理由でエージェントに電話をかけてきているということが、こちらの画面でお分かりいただけたと思います。それでは、なぜ電話をかけてきているのかというところを見ていきたいと思います。どうやったらこのエージェントへの電話を減らすことができるのか。それはですね、この3つ目のタブ、インサイトという画面を見ることでわかるわけですね。自動的にこのインサイトによってですね、どうやったらエージェントの対応を減らすことができるのかというところがこちらに出てきています。はい、これを見てみるとですね、どうやらアプリの数が影響してきているということがわかるんですね。大きく見てみましょう。これを見ると、エージェントに電話をかけている人のうち、多くはですね、Android ではなく iOS を使っているということがわかるんですね。どうやら iOS に問題があるだろうというところが想像できますから、ここからですね、社内の IT 担当者に対して、どうやらおかしいですよと。メッセージを送ってすぐに対応することができるわけですね。このように今ご覧いただいたのはあくまで一例ですけれども、支払いのジャーニーにおいてですね、ペイメントが完了したかどうかという支払いのデータベース、あとはエージェントスタートしたかどうかというカスタマーのデータベース、 CRM でしょうね。あとはアプリの操作、画面の遷移、さらにですね、使っている OS の種類というところまでの様々なデータソースがこちらの一つの画面でまとめられていると。しかもそれが使えるインサイト、アクショナブルインサイトとして表現されているということがご覧いただけたと思います。少し短いですけれども、以上がデモになります。はい。大岡さん、とても分かりやすいシナリオとでもありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか？顧客データはたくさんあるけれども、活かしきれていなかったり、チャネルは複数あるんだけれども、顧客ジャーニーの最適化ができていないという場合、ぜひ一度ご相談いただければと思います。お問い合わせは、こちらの QR コードからウェブサイトへアクセスいただいて、ぜひご興味ございましたらご連絡ください。それでは、本日のクルーチューブは以上となります。大岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、また次回のクルーチューブお楽しみに。Thank you. See you next time.